開店まで10分前なんですが、行列はできていません。福岡市天神にあるアップルストア福岡店です。午前8時から iPhone12 が発売されました。今年は新型コロナウイルスの影響もあり、混雑を避けるため事前に予約をしてくる人の姿が多く見られました。イメージしたよりすごい軽いと思います。めちゃくちゃかっこいいあ、毎回初日に、はい、並びますね。 iPhone8 と Google の Pixel ですかね5、6台はあると思います。そんないります？いや、もう何に使ったらいいかもわからないんですよ、とにかく待望の iPhone12、 皆さんが一番楽しみにしているのが、一番楽しみで言うと 5G のデータ通信の高速化です。 5G でもうとにかくスピードをまず体感する、はい、もうウェブをサクサク動かしまくるっていうのをしたいです。さあ、この 5G という言葉、聞いたことはあるけど結局どういうこと？ということで専門家に話を伺いました。 5G とは高速、大容量、低遅延、多数接続を、特徴としました次世代の通信規格となります。皆さんの生活においてもですね、普段使っているインターネットでの動画のダウンロードやアップロードっていうところの速度も格段に上がってきます。実際に2時間程度の映画をダウンロードしてみると、 5G 回線ではおよそ45秒でダウンロードを終えましたが、 4G 回線では半分も落とせず。大体どれくらいの速さの違いがあるんですか？そうですね、通信環境にもよるかと思うんですけども、速い時だと約3倍程度の、はい、速さでダウンロードすることができます。それもそのはず、1秒間あたりのダウンロード速度で見てみるとおよそ5倍差という結果に。さらに身近なところではこんなところにも違いが。 5G の高速対応量の特徴を生かしますと、このように一度にたくさんの情報が送れますので、高精細な映像を送ることができるようになります。また今流行りのオンラインゲームもすごいことになるんだとか。多数接続っていう 5G の特徴を使うことで、もう本当全国もう何百人何万人っていうものの人たちが一気に同じゲームに参加したりっていうところも 5G でできるようになると思ってます。